ごめんゆい、俺回すよ。ということで、どうも皆さんこんにちは、みざです。本日はですね、こちらの水木誠を回していきたいなというふうに思っております。なんかね、すげえ強えって聞いたんだよな。なんかただステータスよく知らないんだよね。ちょっと今回見てみよう。前衛で攻撃対象が一つの敵に特化した海の狼娘、攻撃対象が一つのバイスキルとユニバに、進化を発揮し、他を圧倒する絶大な破壊力で敵を投げ払う単体特化系なんだ、でユニバが、目の前の敵1キャラに物理大ダメージを与える。残りの攻撃対象が一つの場合、代わりに物理特大ダメージを与え、さらに物理防御力を大ダメさせる。あ、残り1人の時はすげえ強えみたいな。ねえ、なるほどね。残りの攻撃対象1つの場合、敵単体の物理防御151ダウンだって。これレベル136の時でしょ。で、スキルが敵1キャラに物理中ダメージ。残りの攻撃対象が1つの場合、追加で物理小ダメージを与え、さらに物理防御を小ダメージ。ちょっと待って、これ強いんじゃないですか。物理攻撃を中アップ。残り攻撃対象1つの場合、この攻撃力アップは時間によって解除されなくなる。ほう。バトル開始、自分の物理防御、攻撃を中アップ。あ、これは同じなんだ。これ良かったわ。小アップさせる。残り、自分が一人の場合、大アップするみたいな感じで、星5になったら特大アップするみたいな、そんな感じにならなくてよかった。でもすごい強くない？棒ダウン2つ持ってんだ。で、一生攻撃上がりっぱなしなんだね。すごっ。っていう感じみたいで、なんか俺も、強いとは聞いてたんだけど、なんかすげえ強いからおすすめだよ、みたいな感じで言われてたんで、ちょっと今回は回します。ウィス。じゃあちょっととりあえず優勝順位からいきましょうか。誠ね。いや俺、誠といえばさ、俺なんか、あんまりこの防御ダウンの数字とか見てなかったんだよね。プリンなの、見てなかったんだよ。なんだけど、俺、クリスティーナの方が明らか強いじゃんって。なんでみんな誠入れてるんだろう、誠入れてるんだろう。あ、普通の誠の話ね。なんで誠入れるんだ。だってクリスティーナでいいじゃんって。だってなんか書いてあることクリスティーナの方が強ないって。PP ブーストできるんだって最強じゃんって思ってたんだけど、誠は誠でね、なんか、防御ダウン量がすげえ高えみたいな話を聞いて、へぇ、効果数値とかあるんだと思って。そんなレベルでさ、ちょっと前にね、プリコレの動画あげたけど、俺はにわかって話したんだけど、ああ、防御力の数値って違いがあるんだみたいな。大中小じゃねえんだみたいな。小って書いてあるのに中だったりするみたいな。なんかサレンもさ、それで調整されてたよね。仲間が一になってるのに、なんでお前ら、ゆかり飲んでなくない？ウォウォウ。あれなんですよ。なんで、なんか、そんな数字の差があるんだなっていう。はい、20連目です。今回ね、石が配布でモリモリあったんで、今回は配布でモリモリあったということなので、おっと、金色がいっぱいだ、石がいっぱいだ、仲間が石になったのになんでヘラヘラ笑ってんだよ。そして、次が、だって残り石1万6000ジュエルですよ。1万6000ジュエルということは、つまり5の10回回せんじゃん、100連回せんじゃん。すごい、120連も、もう引いたら撤退するから気持ちよくなっちゃうから、虹は、おっと、これは期待が持てんじゃないの。ごめんな、日より、みそぎ、おっと、ポーカー、2カード来たよ。2カードからの、はい、くるみと、2ペアですね、2ペア。地下。で、ここから虹2枚です。で、俺もう引いたら終わるから、すまない。いただきます。ゆい、ごめん、お前への石を、おっと、お前への石は、誠に使うよ。ごめん、ゆい。うお、アンナか。俺ね、俺そろそろアンナ星5になるんじゃないかな。アンナもなんか防御ダウンがすげえ強いって言うから、ちょっと育成、交換し気味、今。今、交換し気味状態です。はいっす。アンもなんかすごい強いような印象があるんで、ちょっととつりたいんだけど、奇跡なかなかあれだよな。奇跡か。奇跡なかなかちょっとこう、誰に使うか迷うよね。なんかハード落ちするじゃん。ハード落ちするからさ、霞だっけ、ハード落ちしたの。ねえ。ハード落ちするからさ、なんかこう、あんまり回すの悩んじゃうんだよな。来ていく。ありがとうございます。ありがとうございます。おう、最後来た。最後来たよ。一人目、青い、くるみ、みそぎ、青い、ゆきは純情の、俺の純情を奪った男。ゆきはね、最初この子可愛いじゃんと思って言ったら、なんかいきなり
いきなりなんか言い始めたからね。美の前に性別なんて無意味だよみたいなストーリー進めてたら、うーん、このユキってこう可愛いな、うんうん、興奮するねと思ってたら、何が美の前に性別など無意味じゃいと。ニノン、ニノンもハードに落ちてるからな。ニノンたまにさ、アリーナに出るよね。なんか扇仰いでブンブンブンつってなんか全滅させてくるんだけど、ニノンは育成する余裕がまだないっすね。ウイス、素敵な仲間が増えていく。ポン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 、オッケー、いく。8枚目ね、9枚目ね。1レイ、みそぎ、より、青い。俺マジで出ると疑ってなくかかってたけど、もしかしてこのゲーム出ないもしかしてこのゲーム出ない可能性あるよ。俺さ、なんか今までさ、自分を死なないと思ってる浦飯祐介みたいな感じになってたんだけど、俺なんかちょっともしかしてトグロに言われた、お前まさかまだ自分が爆死しないとでも思ってるんじゃないかねみたいな。いくぞ、はい、おきゃっ、イエス。なんかでかい、お前に見られると落ち着かねえんだよな。でけえな。悪い気はしねえんだけど。まこと星さん来ていくという感じでした。死なないと思ったら大丈夫だった。まだ生きてたわ。俺今、俺の1万残ってる。え、俺ジュエルめちゃくちゃ残ってんじゃん。これはなんか次の水着もなんか大丈夫そうな気がするわ。なんかリツイートキャンペーンまだ終わってないよね、石配布。もう5000石ぐらいもらえるよね。いいね、誠。誠はじゃあちょっと強化しとこうか。ちなみにこの水着香りはどうなの？琉球剣アラウンドシュート。え、てかさ、ミニゲーム面白くない？今回の。まあ、そんな感じで、誠ね、まあ、ちょっと単体に超強力な感じということなんで、クエストのボスとかも、クエストの最後のボスっぺとかもさ、割かし倒しやすくなってんじゃないかな。俺まだノーマルの24の14終わってないんだよね。ちょっとこれやんなきゃいけないんで、まあ、ちょっとここら辺にも使えそうなので、なかなか。あと、ボスとかにもいいのか、あれのボス、ここの、ダンジョンのボスとか、でもダンジョンのボス回復パーとかでいいのかなみたいな感じで、ちょっとなんかいろいろと使い道ありそうなので、早めに誠、水着誠は育成しておきたいなというふうに思いつつも、他にもね、育成しなきゃいけないキャラがなんか溜まってきたんだよね、育成してないキャラ。マナが結構残ってるからさ、今こんな感じで、こんな感じでちょっとマナが溜まってるんでね、少し使って育成したいなと思っているミザでございました。そんな感じで、水着誠引いてみたでした。ごめんユイ、勝利しちゃったよ。じゃあ